そんな。承知しました。お願いします。追撃を振り切らねばなりません。急ぎ味方との合流を目指しましょう。この建物の植物、見覚えがある。なんとなく元の世界に似ているのよね。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているようですね。こちらも厳しい状況ですが、見捨てられません。手伝おう。プラフター、よかった。会いたかったよ。ゾフィー、再会を喜んだことにはいられません。ヘクセアウリスを制御する腕は見つめました。それは大変。いました、あの男が。腕輪泥棒です。さすがの立ちさばきです、オーカ。同じ者の譜として誇らしく思います。よし、やったぜ。追ってきやがった。申し遅れました。私はプラフタ、錬金術師です。とはいえ、私は人形の体、この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうだったのですね。わかりました。必ず腕輪を取り戻しましょう。バカミ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。勝てるわけがねえ。逃げろ。
ども、気は今ぞ。報告です、敵の追手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。よし、華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいぞ。無双なモノノフだ。私はただ前に進むだけ。そんなどうすれば。さあ行きましょう。俺が相手になろう。行くぞ。たとえ慈悲を請おうとも、今さら聞き入れはせぬぞ。おお、クラフトが自由自在に兵器を操ってる。やっぱりさすがだね。もちろんです。錬金術師たるもの、兵器に精通していなければ。戦いたくばな。魂を込める。あなたしで結果をらない。だけど ここで終われない。これがモノノフの力だ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。ま、すぐに終わらせるさ。一度引くしかないか。クラフト様のおかげで逃げ切れました。なんとお礼を申してよいやら。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。ありがとうございます。ブラフタ様、わかりました。ありがとうございます。やったプラフト。
おや？そうですね。ありがとう。Ha ha ha!